こんにちは、昇降機チャンネルです。今回はね、ダイソーで買った帽子紹介ということで動画を撮っていきたいと思います。僕ね、2年前の春にね、熱中症対策のために、帽子を2つ購入したんですよね。はい。で、当時実家に住んでたんですけどね、実家にある帽子っていうのは、今映ってるね、帽子みたいな感じじゃなくて、つばの部分にね、なんかその文字が入ってたり、いろいろね、なんかそのごちゃごちゃしてるっていうか、シンプルな感じじゃなかったんですよね。はい。そういうのっていうか、僕はね、どっちかっていうと、その帽子はね、こういう感じのなんかシンプルなね、帽子を、の方が好きなんでね、そういうのもあって、で、2年前の春、4月か5月ぐらいだったと思うんですけど、その時に、ダイソー、100均でね、帽子を買ったんですよね。はい。で、主にね、夏とあと夏、春、春から秋にかけてですかね、ポスティングバイトの時と、あとバイト以外のね、時もつけることがあるっていう感じですかね。はい。で、その買った時ね、この2つ、帽子買ったんですけどね。で、見てもらったら分かると思うんですけど、ほとんどこっちの青い方のね、帽子を使っているんですよね。はい。で、2年半ぐらいもうこっちの帽子ばっかり使ってるんで、こっちの帽子なんかはもうすごい汚くなってますね。はい。裏側はこんな感じですね。はい。もうここも黄色くなってますね。はい。で、こんな感じで。では大体これぐらいにしてますね。はい、後ろはいつも。はい。今こっちはもうほとんど、記憶でも5回ぐらいしか多分使ってないと思いますね。はい、こっちの帽子はね。はい。こんな感じでもうほとんどなんか新品同様っていう感じですね。はい、こっちは。もう結構綺麗で。で、裏側は、こんな感じで。でもここも、ちゃんと文字が見えますね。はい。こっちか。選択しないでくださいって書いてますね。はい。で、なんでこの青い方の帽子ばっかり使ってるかっていうと、青い帽子の方がどっちかっていうと、色がね、青の方が好きなんで、単純に、そういう理由ですね。はい。青の方が好きなんで、青い帽子の方ばっかり使ってるっていう感じですね。はい。一回もその手洗いとかもね、してないんで、こんな感じで汚れちゃってますね。はい。一回も洗ってないんでね。はい。そんな感じですね。はい。今回は帽子を紹介してみました。終わります。